長崎県長崎市の出島です。私は長崎市には10回を超えるほど来ているんですが、出島には一度も来たことがなかったんですね。今回初めての訪問をしました。1634年、江戸幕府の鎖国政策の一環として長崎に作られた人工島なんですね。扇形になっていて面積は 1.5 ヘクタールというんですが、行ってみると案外狭かったですね。1641年から1859年まで218年間オランダ貿易が行われた場所です。鎖国によって閉ざされていた日本にとって出島は唯一欧米諸国に開かれた窓だったということです。1996年から長崎市がこの出島の復元作業を進めているということで、いろんなものが整備されつつありました。